皆さんこんにちは。いつも私の動画をご覧いただきありがとうございます。今日は大阪メトロ長堀鶴見緑地線の森の宮駅行きの電車に乗車しています。大阪メトロ中央線の森の宮新駅計画の現場を撮影して、その情報を皆さんと共有します。どうぞご覧ください。大阪メトロ長堀鶴見緑地線は大阪市大正区三軒屋東にある大正駅から大阪府門真市満島三丁目にある門真南駅までを結ぶ鉄道路線です。1990年4月に開催された花博会場へのアクセス路線として、1990年3月に開業した日本初の鉄輪式リニアモーターミニ地下鉄です。長堀鶴見緑地線の電車ではワンマン運転で運行が行われています。長堀鶴見緑地線の森の宮駅で下車して中央線の森の宮駅に向かいます。この大阪メトロ中央線には支線及び新駅建設の計画があります。新駅が建設されるのは大阪メトロ中央線の森の宮駅から北側に約 1km 離れた森の宮検車場の敷地内で、検車場の北端にあたります。また新たに線路を敷設するのではなく、既存の車庫線を整備して旅客用線路に転用します。新駅の開業時期は万博開催前と後の2段階の経緯を経て2028年春を目指します。工事の工程はすぐに新駅建設に着手するのではなく、大阪万博への対応が最初に行われます。2025年の大阪万博開催時、会場となる夢洲へのメインアクセス線として大阪メトロ中央線の輸送力増強を行うことが必要になります。そのため夢洲延伸で3列車、輸送力増強で10列車、計13列車の増備が行われます。その一端として2023年6月25日に大阪メトロ中央線にデビューした新型車両400系が1番線ホームに停車しています。新型車両400系は2023年4月の運行開始を目指していましたが、運行に向けた車両の試験の中で機器の調整に時間を要したことから2023年6月25日からの運行開始となりました。新型車両400系は2025年開催予定の大阪・関西万博を契機に新世代車両として開発されました。万博開催に伴う中央線の輸送力増強、並びに老朽化に伴う20系、多線に転用する24系の置き換えを目的に6両編成23本138両が新製導入される予定です。2011年に運行開始した御堂筋専用3万系、31系以来12年ぶりとなる新型車両で、日立製作所が製造しました。当チャンネルは新型車両400系のデビュー当日に撮影した動画を掲載しております。興味がある方は概要欄のリンクからどうぞご覧ください。改札を出てエスカレーターで地上に上がり、新駅建設予定地に向かうことにします。大阪環状線の外回りの高架橋を323系電車が森の宮駅に向けて通過していきました。森の宮検車場では時期を見て既存の保守施設を移設撤去し、13列車分の留置線を整備する工事が行われる予定です。万博が終了した後には増備した列車を他の路線に転用した後、不要となった留置線が撤去されます。留置線線が撤去された跡地を活用して2028年春の開業を目指し、森の宮新駅が建設されます。岩谷グループが展開する水素ステーションです。この森の宮水素ステーションの他に大阪府下で4カ所に施設があります。 UR 都市機構が運営する森の宮団地に着きました。大阪メトロ中央線の森の宮駅から歩いて5分程度の好立地にある11から14階建ての高層団地が5棟、倉庫数は933個に及ぶ巨大な施設です。森の宮団地自体でちょっとした町を形成しています。森の宮公団住宅前の交差点に着きました。森の宮公団住宅前の交差点付近には大阪府赤十字血液センターなどの公共施設があります。
森の宮公団住宅前の交差点を左折して新駅が建設される現場に向かいます。都市計画道路豊里八田線重野がもう北に進んでいます。この都市計画道路豊里八田線重野がもうは最終的には国道1号線までつながる予定ですが、 JR 学研都市線の重田踏切が障害となり現在工事が中断しています。新駅建設予定地に着きました。この広大な敷地の奥の北側に新駅が建設されるようです。手前の道路側の事業用地は大阪メトロが開発を予定しているところで、商業施設や居住施設などが整備される予定です。この用地では少し前までサーカスエンターテインメント集団シルク・ドゥ・ソレイユが興行を行っていました。次は同じ場所で木下大サーカスの大阪公演が2024年2月24日から5月27日の予定で行われます。大阪公演終了後、施設が撤去され13列車分の留置線を整備する工事が行われると思われます。都市計画道路豊里八田線を挟んだ東側では、大阪公立大学森宮キャンパスの建設が行われています。大阪公立大学は2022年4月に大阪府立大学、大阪市立大学の2大学を統合することで新しく設置された公立大学です。2大学の統合により学生数は約1万6千人となり、公立大学としては日本最大の規模となります。設計施工は地元大阪の老舗ゼネコンの株式会社竹中工務店です。工事の予定期間が2024年12月31日までとなっています。現在は鉄骨工事、コンクリート工事、基礎体工事などが行われています。大阪メトロは森の宮新駅を含めた森の宮開発プロジェクトを非常に重要視しています。観光拠点の大阪城公園、中央線、長堀鶴見緑地線、主要ターミナルの京橋地区に近接しており、森の宮地区を東の重要拠点と考えています。鉄道、オンデマンドバスなどに加え、他の輸送モビリストも結集した次世代交通ターミナルの設置を目指しています。ゴミ焼却場の森の宮工場があった場所に移動しました。森の宮工場は老朽化を理由に2013年に閉鎖され、2023年に建物が撤去されました。大阪メトロが作成した資料を見ると、跡地は森の宮新駅の駅前関連施設が建設されると思われます。大阪メトロ中央線の森の宮新駅について、森の宮駅周辺と新駅建設現場を取材して、その情報を皆さんと共有しました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。またお会いしましょう。